やるばき今日です。さあ今日はですね、報告ということで、まあちょっと大会が終わって、それでまあ一日ですね落ち込んで、そして次の日、今日はまあちょっとリラックスするためにご飯をたくさん食べて、ああ結構いい感じですね。うん、いい感じです。そしてちなみにですけど、今回の大会で僕はあと目標っていうのがあって、最低でも6位以内に入ることっていうのがまず一つの目標、できれば3位以内に入ることっていうのが最高の目標だったんですね。もちろんそれは優勝が一番ですけどね。そうで、まあ一応ね6位だったので、今回最低目標はクリアしたわけなんですね。うん、まあ結構もっといけると思ったんですね、大会の最中とかにも手応えを十分感じてたので、ちょっとねその分ショックは大きかったんですけど、うん、もうちょっと行きたかったからですね。だカーブアップのミスが今回は、うん、大きかったですね。まあ、ミスすることはよくあるかもしれないですけど、今回ちょっとミスしすぎてびっくりするぐらい張らなかったので、いやこんなことあるんだなっていうのはちょっと正直な結果ですね。ということで、僕の中で一つ決めてたことがあって、6位以内に入ったらワールドレジェンドクラシックに出場するってことをちょっとね決めてたんです。でも今回6位以内に入って6位になったんですけど、ちょっとあまりにもね6位という順位が微妙なんで、もうちょっと出るのやめようかなと考えてたんですけど、うん、出場ちょっと断念しようかなという考えがあったんですけど、まあ、いろんな方からのメッセージや電話なんかで、可能性は十分あるからやった方がいいよっていうことを言ってもらったんで、まあ、家族からの後押しもらったんですけど、それで今回11月17、18にある、一応その NPCCA 最大の祭典ですね、ワールドレジェンドクラシックに出場することを決定しました。あと1ヶ月切りましたね。ってことで、あとだから3週間ちょいですかのトレーニング、しっかり頑張って、より今度はカーブアップ失敗しないようにですね、より最高のコンディションで臨めるように、これも入賞だから今回10位入賞を目指して頑張っていきたいと思います。ということで、本日は短いですがここまでですね。ということで、3週間ちょいのワールドレジェンドクラシックへのトレーニングの日々が始まっていくので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。そしてこの動画が良いと思ったらいいねを、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。ではまた明日からちょっと気合い入れていくんですね。明日はまた久しぶりにちょっとスイート正直のとのトレーニングが入ってるんで、ちょっとま楽しんでいこうと思うんで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。リアルバッキョウでした。